YouTuber 仲間から作業依頼がありました。皆さん毎度亀次郎です。ご視聴ありがとうございます。まずですね、前回投稿のミシッピ匂い亀丸の体調不良ですけども良くなりました。皆さんにはね大変心配していただき、そしてね励ましの言葉とかいただき本当にありがとうございました。で今日はですね、あの YouTuber 仲間である若亀チャンネルさんっていう方がいるんですけれども。その方からね、いろいろお話をいただいて、ろ過装のね、制作を手伝うことになりました。先日ね、あるペットショップの方でお会いして、大変いい方でしてね、亀のね、クラブも一緒に、参加させていただいている中でもありますので、お手伝いしたいと思います。それではどうぞー。やるぞー。今回は人様のものなのでちょっと真面目にやりたいと思います。シャワーパイプの穴開けは自分のだったらいきなり穴開けちゃうけどね。穴のピッチまで揃えております。内側のバリはこうして取っとかないと、汚れがね、溜まりやすいんだけど、正直自分の今までのやつでこんなことやったことないです。この作業はね、前もやるんだ。毎回ね、キノコのようなね、バリ取り用のね、工具があるんだけど、欲しいんだけど毎回買わないんだよね、なぜか。このね、リーマーはね、ほんと微調整ができるからね、便利ですよ。キリッキリもぴったりにできるんで。
今回の物理ろ過は2段式なんで、まあ1段目はね、シャワーパイプがつくんで、まあだいたい2枚ぐらいは入るね。で、下の段は4枚ぐらい入るんで、まあだいたい計、そうね、6枚、もしくは7枚入るかなって感じだと思います。はい、力技でギッチギッチ。最近力技決めるとね、力は出るんだけど、筋肉自体が耐えられなくって、もう翌日ズタズタのね、鈍痛になるんだよね。わがかめさん、すんまへん。ここね、探したけどステンビスなかったんで、スチールビスなんて錆びるよ。ここなんだけれども、本来ポンプから直接入れる場合にはこういう繋ぎ方をするのが普通だと思う。けど、そうすると蓋というか、このシャワーパイプのところを洗うときにわざわざ外す必要になるんだよね。それで今回はちょっとね、口の広がったこれです。これをつけて、そこに L 字というか U 字にね、あの L 字を2つ買って U 字にしたやつをこうはめ込むような形にしました。あのポンプの方にね、水路調整ついてるから溢れることはないと思います。まあ多分マックスでもいけると思いますけどね。こんな感じです。このデモですが、とりあえずうちにある余り物でなるべくサイズが合うようなものを選んで、まあ仮でやってみました。多分トロ船のサイズはほぼ一緒だと思います。で、このブルーの容器だけちょっとね、大きさ違うけど、まあもうちょっと高さがある本物なのかな。で、ろ材は本物ですけど、まあ仮でこんなもん。まあネットよりもボックスで入れちゃった方がいいと思うんですよね。まあ仕切りは後で入れますけど、まあこんなような感じにして、で、その上に物理ろ過のボックスを置くというような感じね。ただ多分落水音が気になるんじゃないかなと思うので、一応このサランロックをね、上に置いて少し消音効果を狙ってみたいと思います。はい、左にあるのが本物のね、緑の容器ね、緑じゃない、水色。はい、で蓋して、で、目の前でね、たまたま、今パイプか。後で仕切り板がね、水色のが出てくるんですけど、
今まで見たことなかったんだけどね、セリアで、まあ、100均のね、1センチぐらいの厚みの、ちょっとね、硬めの発泡スチロールが売ってたんですよ。B5 よりはちょっと大きいかな。A4 まではなかった。でも A4 ぐらいあるのかな。で、これからまあ、それをね、置くんですけれども、それをちょっと見ていただければと思います。はい、言ってたのか、これね。で、これがたまたま色が合うんで、ただね、外装的には、ちょっと耐久性が合う UV カットの塗料とかを塗るって言ってたんですけど、多分水色のところのね、中身は塗らないと思うんで、まあ同色の方がいいかな。で、ちょうどいいような色合いのを見つけたんで、で、たまたま水色しかなかったんでね。で、これを買ってきたんで、これを仕切り板に使おうと思います。はい、配管はこんな感じになっております。わがかめさんに渡すもの。今回はこの辺でお開きとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃまた。